さあというわけで次はね、三地下城ですね。とある会社の社長令嬢、物腰丁寧でフレンドリーな性格、業界人との交流もそつなくこなす。ってことは私業界人といけるなら私だっていけるでしょう。業界人むずそうだし、知的好奇心旺盛、ほう、箱入り娘のために世間、キスって誰とでもするんだよって言ったら信じないかな。ヘルエスタではキスって誰でもするんだけど、手にキスしてくれさせてくれないから、いやワンチャンあるな。ちょっと待って、そうこの人、この人ゴリラ好きな人、ゴリラ好きな人ですね。頑張るわ。ゴリラの話がゴリラ好きなはずだから、 B 型しかない話とかと思ったら最近 A とか O がいるって話とかをするか。いや触れるのマジでやばいわ。よーし、みちかこれ明瞭なんて読むんだろう。ちょ、みちかでいいか。あけびって読むんですね。なるほど、あけびみちかさんだし、じゃあ本気出しちゃおうかな。いやなんかこの天然っぽい感じはキスの日いける気がするんだよな。なんか引かないんじゃないか。ちょっと どこまで触れるかも知りたいんだよな。スタッフさんに腕掴まれるまで。いや嘘しませんからね。じゃあ行くか。ちょっと待って、これのなあみちか、な、いやみちかって呼んでいいかな。私のことアンジュって呼んでね。ところで今日キスの、よしよし、行こう。来たようだね、降臨。さてよし行くぞ、突っ込むぞ、捕まれ。わっ、お待たせ。はい、すいません、お声届いておりますか。あ、聞こえてます。この距離ですからね。本当ですね、この距離だったら。わあ、聞かせていただいても。じゃあちょっと、お待たせ。また。あ、今来たとこ。いいですね。いいですね。あ、嬉しい。なんて呼びますか。普段みんなになんて呼ばれています。そうですね、すいません、自己紹介を変えてしまいました。はい失礼しました。明るく灯すと書いてあけびみちかと申します。よろしくお願いいたします。わー、照らして。待って、変なの呼び、助けてここどこ、ちょスタッフさん助けて、ちょっと待って。帰ります。はい、お待たせしております。ちょっと、大丈夫かな。ここどこ。大丈夫よ、ゆっくりで、いつまでも待てるわ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、体が姿勢を整えられるかしら。ね、はい、こう、そしたら綺麗なお姿がもう一度復活するはずよ。こう、おかえりなさい。わー、大丈夫？わー、見えてますか、私の姿。見えます。やった嬉しいです。はい、そうだ、灯してほしいってところで確か止まったんですっけ。なるほどね、多分私の自己紹介で止まってしまったから、みちかとかみちかさんとかいろいろ呼ばれるから、アンジュ様にもそうね、お好きな感じで呼んでほしいわ。じゃあみちかでいいかな。いいわよ。じゃあ、呼び捨てって難しいかな。呼び捨てでいいの。もちろん。本当に。じゃあアンジュ。いいな。いいですね。やった。いや三人目になってちょっと落ち着いてきた気がする。そうね。大丈夫、なんか。大丈夫。落ち着いてきた、すごく。これって本当にならないのか。そう、ちょっと鳴らない仕様が静かめにね、魔法がかかってしまってるんだけれど、いやでもすごくこのカフェの雰囲気にお似合いだから来ていただいて嬉しいわ。いややっぱね、なんかちょっと西洋な感じ、海外な感じがするから合うのかな。そうね、
先ほど外とか、うんうん、いや綺麗だったけど、うん、みちかの方が綺麗だよ、うん、あ本当に、え、アンジュの方がもっと可愛いわよそんな、やだっけ、大好きって、テンションが上がるとこっち来ちゃう、なんで、え、待って待ってアンジュ様、どうして助けて、助けて、長く話せない呪いにでもかかってしまってるのかしら。あ、これもいるんですね、なるほどなるほど、うんうんうん、追い出されちゃう大丈夫よ、アンジュ、頑張って、大丈夫、大丈夫、うん、今すぐ行くから、うん、あ、うん、また体はちょっとおかしくなっちゃう、今ちょっと生首がコトンってそこにあるかもあーなるほど、今見てないわ、何も、何も、大丈夫ですよね、大丈夫ですね、うん、よしよしよし、見てないわ、うん、なるほど、かしら、アンジュ大丈夫かしら、戻ってきてくれるかしら、これ今体と首ってずれてるずれてるね、ちょっと、ちょっと確かにちょっとずれちゃってるわね、うん、なるほどね、オッケーオッケーじゃあ、うんうん、でもね、私がこうするから、ね、優しい、もう見つかったらちょっと待ってくださいね、今戻ります、大丈夫よ、こうで、こう、はい、ちょっとね、あのテンション上がって何やら強く握りしめるのがダメって今怒られましたね、あ、なるほどなるほど、うん、でもそれほど私とのお話嬉しく思ってくださる証拠よね、そう、そういうことよね、うん、ちなみになんか、うん、伝わってきちゃった、うん、聞いた話によるとなんか、うん、ゴリラ好きって、あ、え、プロフィールの方を見ていただいて、当たり前じゃないか、うん、来る前にズクワクしたよ、危ない、嬉しい、うんうん、そう、ゴリラが好きよ、なんで何が、なんで何がいや、実はそうね、あのちょっとしたエピソードがあったりはするんだけど、そうなんだ、でもね、最近そう聞かれるようになって、一つ夢ぐら始めて、もう一つ好きなことが二つなんだけど、これだといいよ、うん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 、増えたんだけれど、うん、なんかゴリラって単語だけでこんなにも笑顔になることあまりなくない、確かに確かに、私プロフィール見てて、そのみちかのその好きなもののところに、もう普通に睡眠とかに並んでゴリラがあった時、うん、笑顔になったから、そう、あ、でしょ、うん、そう、ここまでその広く人がいるのにもかかわらず、ゴリラという一単語でこんなにも笑顔になるんだもの幸せの象徴じゃない一理、一理ある、確かに、一理ある、あ、確かに、本当に、確かにあるな、うん、共感してくれる方ってとっても好きよ、ちなみになんだけど、うん、あの健康法みたいなのがあるのね、うん、ここ今これできる、うん、そうのまま下にこうできる、うん、こうできる、じゃもうちょっと手前に引いて、手を、あ、もうちょっと手前で、うん、こうできる、うんうん、こう、あれ、あ、じゃあここ前に習いできる、前に習え、あら、どうしたの、いや、うんうん、何か気になる、いや全然、そん、やだ、いや全然全然、うんうん、お昼ご飯なんかついてたかしら、あ、全然、いや全然そんなことはないんだけど、大丈夫、なるほど、ちょっとなんかそう、理解深めよう、あー、なる、あー、なるほど、なるほど、なるほど、うんうん、そっか、ちなみにみちかは他になんか何が好き、うん、他には、あ、映画を見たりするのが好きね、最近は、あ、え、何最近見た、うん、ホラー映画、あ、え、何見たの、うんうん、ホラー映画だとグリーンインフェルノ、あ、はいはいはい、うん、あのジャングルっぽいやつの、うんうん、はい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 、そう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 、ジャングルの映画で、うん、まだ見てないな、へー、そうなんだ、面白かった、あ、そうね、あのストーリーがしっかりしていて、でもちょっとそのね、うんと人体がちょっとこう、あのバイバイしてしまうシーンとかが、あ、ちょっと一旦ね解散する感じのね、解散してしまう、解散してあのお腹の中に入っちゃうシーンとかもあったりするから、結構衝撃的な作品なんだけど、はいはいはい、なんていうか訴えかけるような、はいはいはい、ホラーだけ、ホラーとかグロさだけではないような、あ、ちゃんとストーリーもしっかりみたいな、うん、へ、しっかりある、うん、作品だと思ってるわ、あ、そうなんだ、なるほどね、うん、え、ちなみに一番好きな映画って何、うん、ああ、一番好きな映画、ああ、悩ましいわね、本当
当にたくさん見てるから、あ見てこれすごい、え錬金術、まあね、あこっちにもう誰かやった人いる、あいや錬金術は初めてよ、魔法って言ってやった人いるな、これさては、あやっぱやるよな思ったもん私も、でもあそう、えちょっと映画はねちょっと好きが多すぎて、うん、なかなか語れないんだ、難しいか、絞れないんだけれど、そう、なるほどなるほど、今錬金術のお話になったけど、そう、アンジュ様とはね、うん、あ、様って言っちゃった、アンジュとはね、うんうんあの錬金術もうされて、錬金術師の方じゃない、もう初めてお会いするの、うんうん、まあんま掘り下げるとあれなんだけど、そうだね、そう、そう錬金術とかやっとるな、うんうん、いや確かに確かに、まあ、なかなか会うことない、うん、いや本当にみちか、その夢のグラフィアに来たきっかけが本当にいろんな世界を知りたいなって思ってるところがありまして、そう、そしたらもうこんな錬金術師さんと出会いがあるなんてなるほどね、あそっか、え、うん、ちなみに、うん、なんか私、あいや違うな、うん、どうしようかな手触っていいかな、ダイレクト手触って、え、いいよ、待ってこれ何、うん、あこれはね、あの少し BGM とかの音量を調節するものだから、あちょっと触れないんだけれど、なるほどなるほど、さあさあさあ、え、じゃあ出てみる、え、あ待って、その前にあその手袋っていつもつけるときどっちからつける派、うん、あそうね、右利きだから右手からつけるかしら、うん、じゃあそっちから、うん、じゃあ私右手でそっちもそっちで、あ、右手、うんうん、何のこだわりかしらあー、いいないいな、え、ちなみにお風呂ってどこから洗う、うん、うん、あ、いや、お風呂、頭から、頭か、あ、頭の、あ、でも確かに、うん、そう、頭から洗って、その泡とか残りがあったら、確かにそうらしい大変だから、そうそうそう、うん、それで荒れちゃうことあるらしい、あー、みちかは美容のことも知ってるんだな、うん、いやいや、そんなこと、え、アンジュはどこから洗うの、私、結局、右腕かな、うん、ちょっとね、最近右腕な気がする、気分で変わるの、そう、なんか前、なんか前一回配信で答えたことがあるかな、分かる、忘れた な、 なんかそれ以来なんか意識したら分かんなくなっちゃって、あ、そうそうそう、変わった気がする、で頭洗って最後にもう一回か、あ体流してっていう二度手間をしてるから、あ、うん、その方が良さそう、確かにあまり考えたりしないものね、そういうの、いや私も一瞬はって思っちゃった、思えばなんか意識してたのにやめてた、うん、いやそんな話はいいんだよ、もっとみちかのことが知りたい、あそうだ、あそうなの、そうだみちか、え、うん、じゃあえもし2人で出かけるとしたら、あの、うんうん、これ以上前行けないのか、行けないまあちょっと見えない壁があるからね、くそ、どこ行きたい、どこ行きたい、アンジュと、うん、アンジュと、うん、そうだな、え、でもショッピングとかしたいわ、一緒に、あ、え、うん、ペアルックとか、あ、ペアルックとか素敵ね、あ、うん、そういうのお好き、あ、ピースやったなるほどね、あーなるほど、うん、あーそうか、いいな、うん、いいな、え、ちなみに結婚したら子供何人欲しいタイプ、あら、そうね、あーでも私子供大好きだから、うん、そうね、うーん、双子とかが欲しい、あー望んでも望むのむずいけど、うん、あり、うん、なるほどなそうね、うん、いいね、確かに授かり物だから難しいけど、え、アンジュは、うーん、いやでも一緒かな、うん、一緒、あ本当に、偶然、あ、聞くね、一緒だな、うん、あら運命かもしれないわね、かも、え、今日ってあのキスの日らしいんだけど、うん、知ってた、え、キスの日なの、今日キスの日なんだって、っ今日キスの日らしくて、え、あの、え、仮になんだ、うん、仮に、ね、仮にセーフな内容聞きたいんだけど、うんうんうん、手は触れるじゃん、手は触れます、ね、手触れるよね、手触れる、じゃあ、うん、その手を、うんうん、みちかが自分でキスをして、う
それとこう合わせるっていうのはセーフなラインなんですかね、うん、セーフ、え、何がアウトなのかしら、え、うんうん、え、なんかヘルエスタ式の挨拶があって、あ、そう、ヘルエスタってそんなところなの？そう、ちょっと、そう、ミチカは知らないと思うんだけど、ヘルエスタってそういうのがあるから、そう、そういう、あったらまずそうする、うんうん、じゃあ今度ヘルエスタ行った時に、うんうん、ヘルエスタ行きたいわ、うん、あ、じゃあ連れてってくれない、うん、もちろん、うんうん、え、本当にもちろんだよ、ミチカ、じゃあいいかな、うん、お願いしてそれ、うんうん、え、これ、うんうん、え、でもヘルエスタだったらヘルエスタでやった方がいいんでは、うん、あら違ったまあ一理ある、うん、あ、本当じゃあうちがこうした後に触ってもらうのはあり、うんうんうん、それも挨拶なの、うん、あ、どうしたの、いや、まあ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 、あ、じゃあ私がこれ飲むから、うん、どう飲みなよこれ、うん、あ、ちょっと待って、うんうんうん、ちょっと待って、あ、取れない、助けて、あ、これをこうして、こうして、はい、こうして、はい、あ、こうして持ちやすいようにね飲むの、あ、そうなの、ありがとうえ、これを飲むの、どうぞ、冷ましといたから、え、いただきます。おいしいわ。よかった。じゃあちょっと一旦返してもらって。うん、あ、本当に、はい、どうぞ。なるほどね。うん、ね、あ、まだ残ってた、うんうん、なるほどな。そっか。いや、よかったよかった。いや、美味しかった。あまりに入れてくれたコーヒーが美味しかったから飲んでほしくて。うん、あ、本当に、あ、そうだったの。うんうんうん。いや、美味しいコーヒーいいわよね。私もお紅茶とかコーヒー好きよ。いや、みちかの懐の広さにはちょっと、うん、うん、心、もう頭上がらんな。あ、え、一体どうしたの、これ、お持ち帰りしていいかな、うん、あ、ちょっとお持ち帰りできないタイプだよ。あ、ダメ、あ、うんうん、あの一体化しちゃってるけどちょっと小脇に挟めそうだったから、あ、本当にちょっとそちらのサービスは行ってないんだけれど、ね、うんうん、出すけどね、全然お金、そう、全然、あ、本当に全然いいね、出すけどね、うんうん、あ、そうなんだ、うん、いや、ちょっとそこら辺は運営様に、そうね、まあ、またちょっと交渉するとして、うん、じゃあちょっと一旦、あ、そうねいやで話してたらもう、え、嘘、あ、待って、じゃあ最後に最後、え、じゃあうちが待って、うちがこう来てるから来てあ、いいの、言って、うん、力んじゃうよ、ダメだ、アンジュ、アンジュまた今日に行ってしまった、バイバイ、またね、またね、また、うん、またバイバイ、またゆっくりお話しさせて、うん、さよなら、うん、じゃあね、ありがとう、くっそ、毎回力んじゃう、もうダメだわ、力んじゃうよ、ええ、な、カップどこ行った、持ってきたと思うけどな、どこ行った、いや、よかったな、ええな、ゆめぐら、ギリギリを探っていきたくなるよないや、よかったな、すげえよかった、え、どうだった、ちょっと、え、みちかいいな、え、待って、すごいいい、え、この状態でもう一回ミーティアと話したいもん、胸の下りとかちょっとよくわかんない、いや、みちかなら気づかずにパインパインしてくれる気がして、よかった、スタッフの顔は見れない、もう 見ないもん、ちょっと怒られるかもしらんないや、まあいいもんです、まあ、ちょっとまあ明日は明日の風が吹くということでね、枠の後には枠の後の風が吹きますので、一旦そんなこと気にしてたらね、したいことができないんですよ、ええもんやなみちか、みちか何でもしてくれそうやったな、キスの日が生きたな、ちょっともうな、達成感に満ち溢れてるもん、さあ次の人のね、じゃあプロフィール見せてもらっていいですか、青見かやなさん、多分昨日の段階でなんか見た目が、お待たせ、待った、演技力今来たとこ、カトリーナ名実これから言うシチュエーションにカトリーナと答えてください、よろしくお願いいたします、3、2、1、はい、嬉しくてカトリーナ、寂しくてカトリーナ、怒っててカトリーナ、嫉妬してカトリーナ、驚いて
カトリーナ一人孤独に